はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、アメリカ西海岸を攻略した後の侵攻ということでメキシコ西海岸を攻めました。こちら制圧占領済みです。でアフリカ方面はというと、アルミ資源確保のために、ラプラタ沖をね攻略しつつ、潜水艦隊をですねドイツ軍の支援のためにイタリア近海へ派遣するという動きをしました。今これは続行中です。で、今回はですね、メキシコ西海岸からカリブ海ですね、ここには敵の艦隊が入っています。第11、第12両艦隊が入っていて、飛行場が3つあって60機の航空機が配備されているこのカリブ海をね攻略していきたいと思っています。ではまず、艦隊を動かしていきましょう。アメリカ軍との艦隊戦になりつつ、飛行場は3つ、航空機の数は60と多くはないですけどね、これらを相手にしなきゃいけないとなると、ある程度の損害も覚悟しなきゃいけないかもしれないですね。で、ラプラタ沖の方も攻略をしていかないと、このアルミ資源をね、確保したいですからね。で、ラプラタの方にはですね、第4、第6両艦隊ですね。で、第9艦隊は先ほどお話したように、ドイツ支援のためにイタリア近海へ派遣します。まずはカリブ海か。ここをできればね、ノーダメージでいきたいですよね。ここで艦艇の損傷がないと、ぐっと勝利に近づくんですけどね。ここで万が一、味方の艦隊に大ダメージが出ると、一旦進軍を止めなきゃいけないですからね。アメリカ軍は2個艦隊は絶対投入してきてるのを確認済みですからね。敵の艦隊がいるな。空母が入ってるな。この空母を先に落としたい。今確認できただけで、正規空母と軽空母1隻ずつの確認はしました。いや、正規空母は2隻いるな。夜になる前に空母は沈めたいんだけどな。こっちにも空母が入ってるな。しかもこっちも3隻いるね。さあ、夜になっちゃったんで、この夜の間にどんだけ空母が沈められるかだな。
あとはもう夜のうちはおとなしくしておいて、航空機種を叩く方に専念するというのも手ではありますよね。夜のうちにね、敵の戦艦部隊と予期せぬ遭遇戦というのだけは避けたいんですよ。偵察機をジャカジャカ飛ばしておきたいけど、敵の方は少なく見ても空母か航跡はいるのは確認済みですからね。あとは軽空母が2隻残ってるかな、まだ。空母1隻は取り逃しそうだな。もうこの隅で団子になってるな。艦隊運用も何もあったもんじゃないね。まだ空母が残ってたんだな。
いや、これこんな団子の状態だと危ないな、本当に。大丈夫か。味方の方も損害は出たけど、敵の艦隊は完全に沈黙させたかな。さらに敵艦隊に増援か。このカリブ海を抜くのはなかなか大変そうですね。味方の方は潜水艦が1隻、2隻、3隻、4隻に駆逐艦が1隻失われたのか。いや、カリブ海は激戦になるな。ラプラタは敵の艦隊が入っていないのでサクッと終わりってほしいとこだけどね。一つは航空基地今発見しましたね。あとはこの辺りかな。やっぱりここ航空基地ありますね。こっちのね、アフリカ方面の方には全天候型の爆撃機の配備が終わってないですからね。
よし、これでラプラタのアルミ資源が確保できるな。ではスパイはね、入れておきましょう。やっぱアルミ不足なんだな。アルミがちょっとやっぱ足りてないですよね。今見てもらった通り。アフリカ西海岸も取りたいけどな。アフリカ、うわ、アフリカ西海岸めちゃくちゃ艦隊入ってるな。これ希望砲が危ないな。一度ラプラタ沖の艦隊を希望砲に戻した方がいいね。まあ、2週間かかりますけど。で、このアフリカ西海岸に展開しているイギリスの艦隊に対抗するためにというところなんですが、航空機の配備状況どうなってる？24が入ってるね。24が入ってれば大丈夫でしょう。うん、大丈夫ですね。で、問題はカリブ海だ。第一艦隊は損傷はほとんどないとはいえだ。ないとはいえ、一度西海岸に戻して艦隊を休めよう。で、西海岸に投入させていた紀伊型戦艦の主力第5艦隊がドック開けしてるはずなんで、第7艦隊かな、ドック開けしてるんで、これをメキシコの西海岸に入れておきますか。いや、かなりね、カリブ海の激戦を戦ってくれた艦隊は消耗してるはずなんですよ。ちょっとアルミ不足がここに来て響いてくるかな。24の長距離爆撃機の数が足りてないな。かといってアルミがないんだ、もう作れないしね。となると、アルミが取れるところ他にないかな。ラバウルはどうなってる？マダガスカルも足りてるしね。インドは？インドも足りてるね。紅海も足りてるし、どうするかな。ちょっとアルミが足りなくて心配だな。
で、そしたらさっき作れなかった航空機の設計入れておきましょうか。艦上の攻撃機ですね。で、ベースは2次4の爆撃機をベースに作りたいんで、まあ、機銃は4門でしょう。それに高火力の30ミリ砲を2門。で、装甲はやっぱ50は欲しいですからね。で、航続距離は、まあ、攻撃機相手だったら5000までちょっと距離を縮めるか。で、夜間可能を全天候可能、ステルスも初めて搭載しますっていうとこかな。で、爆撃能力は500キロの爆弾、ロケット弾ですね。これを積んでおきましょう。で、偵察能力は、まあ、一応ね、積んでおきましょう。で、雷撃はご覧の通りと。これで14週間か。バカラ攻撃機、今欲しいのはね、アルミなんですよね。さあ、西海岸のドック開けしている艦隊がもういるよね。相当数すり減ってるね。まあ、航空機の補充はドックのある施設じゃなくてもできるんで、全艦艇をドック入り終わってるんで、メキシコ湾に再集結させましょう。あとは希望砲の方にも艦隊が戻ってきてくれれば、希望砲も大丈夫かな。そしたら T 型の戦艦作っておきますか。 T-LAC、 これ T-LAC っていうのはね、ソイカーボーイにある55番の名前です。あとはシャーク、これもね同じです。ソイカーボーイにある55番の名前。もうね、虹型レインボー系は作り尽くしちゃいましたからね。
た防空艦をもうちょっと作っとくか。鉄はねもうだいぶ余裕出てきましたからね。まあ、潜水艦も必要ないかな。となると軽巡が消耗が激しいので軽巡を何個か作っとく。アルミだな、アルミ。お金には余裕があるので念のため空母を増強しておきましょう。いや、やっぱアルミだな。アルミが足りてない。ただカリブ海はちょっと今回ね、なんとか取っておきたいな。そうすると第一艦隊は補充済みでしょ。第五艦隊だな。第五艦隊に航空機の補充をしておきましょう。といってもね、このターンは、補充がされないはずなんで、このまま出撃しなきゃいけないんですが、まあ、次のターンに効いてきますからね。で、第7艦隊は補充済みなんで、あと第10艦隊だな。まあ、これでも補充は済まないかなって感じはしますけど、何もしないよりかはいいでしょう。時間をね、虹にしましょう。虹には本当に一番好きな5号馬ですからね。いやー、アルミが欲しいけど、とりあえず仮買いだな。あとは敵の艦隊が3個艦隊は入ってるんで、これをね、しっかり撃破しつつ航空基地も叩く。
夜になる前にできるだけ叩いておきたいんだけどな。いたね。ここはこらえてほしい。こらえてほしいな。味方にどれくらい損害が出てるかだな。敵の増援が来る前に義理届かないんだ。いや、カリブ海は激戦だな、本当に。損害がどんくらい出てるかですね。
あ、でも味方の方は潜水艦2隻だけ、まあ、あとは従順、軽順クラス、正規空母に損害が出てるけど、撃沈されたのは潜水艦2隻だけか。で、敵の方は正規空母沈めていて、あとは駆逐艦レベルか。まあしょうがないか。空母は1隻だけですね。カリブ海は激戦でしたね。お、井上さんが大将になったか。そしたらバミューダ沖だね。バミューダ東海岸って感じかな。はい、というわけでカリブ海の激戦、なんとかね、勝ち抜きましたというわけで、今回はここまでにして、次回この続き、いよいよアメリカの攻略本腰入れていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。